エンダードラゴンより先にエリトラをゲットする方法。ピストンを使うと座標が1プラスされる。このピストンで体を動かしている瞬間にエンドゲートを通るとエンド側でも地上で動かされた場所と同じ座標に出てくる。でもこのまんまだと奈落に落ちて死んじゃうから、低速落下のポーションとかエンダーパールを使うとなんとか島に乗ることができて、エンドラを倒す前にエンドシティ探索ができる。帰りたい時はこのちっちゃいポータルを探して通ればエンドの初期位置に出てくる。めんどくさかったらエンダーチェストにエリトラとかをしまって奈落ダイブしてもいいかも。この方法を使っても出てきたところに島も何もなかったらどうしようもない。だいぶ危険な賭け。